東京って外国人めちゃくちゃ多いんだな。うわい、どっちだ、ついな。ハルク君、なんすかそれ。 あそこに外国人いるわ、あれ話しかけてくるわ。 OK。 I'm Japanese famous YouTuber ハルク君、ハルク君、ハルク君、ハルク君。また遅刻してるよあの人。今何分ですか。今8分。今もう16時8分だよ。16時撮影スタートって言ってたのに。ちなみに3回ぐらいコラボしてるけど一度も時間内に間に合ったことない。ごめん、気をつけました。1回でも時間内に来たことあるか。いえ。すいません、佐川さん。驚かしちゃって。そうだよ。もう殺されるかと思ったよ、俺。じゃあ今日は背中トレということで、デッドリフトをアバセブンさんに教えていただきたいんですよね。いや、めちゃくちゃ意外だね。そうなんですよ。で、僕、大学までラグビーやってて、大学3年生の時までデッドリフトやってたんですけど、もうそれ以降マジやってないんです。で、5年前のマックスが250キロ。腹圧が最近弱くなってて、腹圧弱いと他のトレーニングも支障出てくるじゃないですか。追い込みづらくなるかもね。そうですよ。ブレちゃったり力入んなくて。デッドリフトを強くしたらベンチプレスも自然と強くなるんじゃないかって僕の勝手な仮定でございます。どれかかけたらやっぱ何か支障出るよね。出るですよね、だから今回は、バーリフティングプロである羽賀セブン先輩に教えていただきたいなと。いや、お安いことですよ。じゃあトレーニング前のサプリメント準備していっていいですか。どうぞ。プレワークアウトはやめたんですよ。やめたんだ。プレワークアウトやめたんですよ。これプレワークアウトじゃないの。これプレワークアウトなんですけど、これ元々の飲んでたやつけど、これがなくなったんですけど、この中身は違うんですよ。なるほどね。山本先生が出してるアルギニシトルリリンなんですよ。バルクさん。そうそう。なんかアルギニシトルリリンとちょっとだけカフェインが入ってるぐらいで、他なんか何も入ってないから。何も入ってない。カスカみたいな。体にもいいなと思ってて、今回ちょっとこれとプラスサウラエナジーエナジードリンク飲んでる。単純に味がうまい。あとこれ糖質ゼロなんですよ。カロリーゼロです、エネルギーゼロです。だから減量中の人でもすごい飲みやすい。これをやっぱり今から飲んでいきます。これ日本産だから割と安心できるってのもある。そうですね。トレーニング中で飲んでるのがこのアンビーフの家。アンビーフの家はもうずっと俺が愛用してる。味がうまいっていうのと成分も申し分ないからこれを愛用してるね。これもずっと飲んでます。あ、作ってきた。そのこの中身はアンビーフの家、はいはい、これを今回は2杯。いつも何杯入れてるんですか、長谷部。2リッターの中に3杯だね、僕は。2杯入れとくわ。で、たまになんか今日あんまり栄養取れてないなとかいうときはこれにプラスしてカーブを入れたりする。これクレアチン。クレアチンはトレーニング中かトレーニング後に摂取するのをおすすめです。っていうのがクレアチンって体の中に貯蔵するようなもんなんだよ。だから車のガソリンと一緒で、車のガソリンって満タンだったら別摂取しなくていいんだよ。入れなくていいけど、走ったら走った分だけ入れないといけないんだよ。トレーニングしてる時ってクレアチン使われるんだよ。だからトレーニング中かトレーニング後に。なるほどね。でクレアチンを 5g 出し埋めてシェイクして、これが俺のこれが俺のインクラワークアウト。じゃあ今日はよろしくお願いします。頑張ろう。デッドリフト5年ぶりのデッドリフト。5年ぶり。そう、だから感覚も分かんないし、多分重量めちゃくちゃ落ちてると思うんで、で今日はその怪我しないためにも、いつも羽賀さんがやってるデッドリフトのルーティンであったりだとかアップであったりだとかを全て真似してデッドリフト調整していきたいと思います。お願いします。怪我しないよね、頑張るね先生。お願いします。先生、この靴なんですか。ね、先生これはね、まあ、パワーリフティング用のシューズで、はい、めちゃくちゃ薄いのね。うわ、ほんとだ。そう、え、マジでゴムベラみたいな。2.7 ミリかな。しかもめっちゃ柔らかい。ほら、ほんとだ。これ、デッドリフトをするときはまずこういうペラペラな靴を選ぶといいと。上履きとかでもいい。そう、上履きでもいいし、極論裸足が一番ベストなんだけど。あ、危ないです。そう、危ないから上履きだとかレスリングシューズだとか
フットサルシューズっていうのが、適してるね。あとコンバースとか。なるほど。ソールが薄くなれば薄くなるほど低い位置が高くなるから重量も扱いやすくなります。まずね、スタンスだね。ナロースタンスの足の幅っていうのは思いっきりジャンプしようと思って、せーの、あ、そう、この足幅がナロースタンスで一番いい足幅、力が出やすい。へえー、そういうことか。だから僕だったら最初ジャンプするときにこの幅が一番力が出やすい。へえー、そう、ここか。腕はまあダランとね、落としたそのどう握る、あんまく考えすぎないでね。ここで下半身はどういう意識なんですか。僕はね、まず胸張るね。そのままシュッキョンシュッキョンシュッキョン。キスしようとしたくない。危ない危ない。バーの位置は、はい、土踏まずの上みたいな。土踏まずの上だからここ、そうだね、ここにバーが持ってきて、ね、なるべく体に近いってことですね。そう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 、ハルクベルト。おー、ドバイで買ったハルクベルト。ハルクって書いてある。お、ほんとだ。いやー、やばい。買っとこう。買っときましょう。初登場ですよね。普段使ってる？使ってないですから。ジェットリフトやらないね、結構綺麗だからこれ。これ待って、これはみ出るじゃん。ちょっとね、でかすぎてごめんね。何これ。チンヤからもらったらイプサセットの。僕はこのラインはい、いい中指。なるほど。そうで、パワーグリップ使うから別にオルタネートしないで、もう順手で逆手で、順手で逆手で、狭い方のラインで上げるんですね。そう、息を吸って、ケツに力キュッて入れて、あ、ケツで上げてるわ。それ伸ばすって。で、ほら、こっからケツをね、締める。なるほど。そう、締めると自然と上がってくる。なるほどね。分かりやすい。分かりやすいですね。胸張る。ケツ近い。こすって。胸張った状態のまま、ビールを吸う。で、すねを押すように戻す。そう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 。これは、180キロ。180? うん。もし、きつかったら、こういうのを下にかませて、そうそうそう。ああ、なるほど。やると、入れやすくなる。はいはいはい。ね、次が220キロで、さっきほど教えていただいたタガセブンさんの注意点を踏まえた上でちょっとやっていこうかなと。了解です、うん、うわー怖え。ゆっくり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 。バーがあるとベルトも中もすごい出てるから呼吸ができないらしい。へえ。あ、自然とやってるわ。自分の持ってる力だけで上げてる感覚があるから、これを徐々にやっていくで連れて、多分技術面もついてくるからもっと上がってくるんじゃないかな。多分220はあと 2,3 回できそう。ホルくん、すねから血が出てきた。やば。まあ、すねに沿って上げれてるってことだから、多分正しいフォームなんだと。デッドリフトをするときはロングスパッツか長ズボンあじゃないと傷ついて血出ちゃう、はい、なるほど。これはまあ正しいフォームできてる証拠、うん、あ、だからロングスパッツ履いてるんです。そう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 なんだ。1種目目は弁当バーローでやりましょう。おこのデッドリフト終わった後の腹圧が温まってる状態で弁当バーロー。じゃあ一旦100キロで、俺は肩幅よりちょっと広めぐらいだから、この一番狭いこの線に人差し指が乗るような感じ。なるほど。俺がルーティンがあるんだけど、はい、これもさっきやってたデッドリフトと同じで、はい、うん、ここでね、一回ね、こうなんだ、ハムを伸ばすの。へぇ、ハムを伸ばした後こう、気持ち上げる。へぇ、そうなんだ。そうで、肩幅まで持ってきて、割とね、ここら辺が発生してる。なるほどね。なんか、温まってるわ。
トーバーローの引かせる部位っていうのが、この角度によって変わってくるんだけど、はい、角度が浅くてもいいから僧帽筋のチューブにも効くんだよ。広背筋でじゃなくて、その僧帽筋が強くなると背中の厚みが出るんだよね。だからその僧帽筋狙いでやったりもしてるんですよ。僕なんかよりよっぽど考えてますよ。容量あると思う。怪我のリスクもあるし、フォーム的にも綺麗とは言えない。103キロ。新しいわ。1、2、3、4、5、6、7、ここね、はい、8、いいなこれ、9、10、筋肉を伸ばしてどうしてるんですか。4、5、6、7、4、8、4、9、
いや、お疲れ様でした、花嶋さん。お疲れ様でした。ありがとうございました。ええ、こちらこそ。いや、ほんとなんか、デッドリフト難しいっすね。まあ、やれば慣れるよ。久々にやってみたら、うん、強い人とトレーニングすると強くなる気がする。環境ね、大事だもん。そうですね。はちゃめちゃなトレーニングも必要っすよ。時には必要。やっぱ全部を否定するのはダメだと間違いだと思う。いろんなトレーニング方法を試してみて、自分に合ったトレーニング方法っていうのは絶対見つかるから、自分に合ったトレーニング方法でやるべきです。今日も僕の動画を見てくださってありがとうございます。今後も目標に向かって頑張るので、応援よろしくお願いします。頑張ります。この動画がいいね、いいなと思ったら、いいね押してくれるとすごい嬉しいです。はい。チャンネル登録してください。コメント待ってます。コメント待ってます。ありがとうございました。何これ。